やっほー、ゴキブリ紳士みそじちゃんよ。とりあえず朝起きたらまず最初にすることはタバコとコーヒーで口臭を地獄にする作業よ。現代アートみたいな灰皿でしょ。で、このタバコを吸い終わったら、まあ歯磨いたり顔洗ったり髭剃ったりっていうどこにでもいるみそじ独身男性の朝のルーティーンがあるわ。ちょっと洗面台で動画撮ろうとしたんだけど、どう足掻いても顔が映っちゃうから一旦飛ばすわね。私の歯磨いてる姿、別にどこにも需要ないでしょうしね。この撮影のために掃除するってのもありなんだけど、せっかくだから現状の姿を載せておくと、飼育部屋はこんな感じで、まあまあちょっと散らかり放題ね。ベランダの工事をするってことで、メダカちゃんたちを一回部屋の中に入れないといけなくなったから、狭くてしょうがないわ。まずはメダカちゃんたちに餌をあげていくわ。あ、眠たい。かわいいわね。やっぱ生き物が餌食べてる姿って一生見れるわ。そんでもって次は爬虫類たちの水替えだとか掃除をしていくわ。モリアオガエルちゃん。水張りにしてる子たちは朝あんまり触ることはなくて、まあ、2、3日に1回夕方にこの地面に張ってる水を交換してあげるって感じね。あとはまあ壁とかにあからさまな糞がついてたら取り除いてあげるんだけど、なんかこういう水垢みたいなのは割と放置してるわね。キリがないからね。あんたすごいわね。我関せずって感じね。水入れを入れてる子たちの水の交換と、糞とかの取り残しがあったらピンセットで回収してくって作業ね。ちなみにこっちとこっちの種類の違いは、モリアオガエルとシュレーゲルアオガエルって感じよ。次は、ヘビちゃんのペットシーツと水の交換。なんか昔まで革手袋みたいなのつけて世話してたんだけど、これ完全になくしたわね。ああ、もう飛びかかる気満々じゃない。ウェイ。おはよう。朝の挨拶をしてくれる可愛いヘビね。ああ、もう噛んでくれ。好きにしてくれ。殺してくれ！あとは水入れに容器を入れて完成。オッケー。お次はコーンスネークちゃん。続きましてコーンスネークちゃんパート2。同じような時期に飼って同じような頻度に餌をあげてるのにこの子の方が大きいわね。個体差みたいなのあるのかしらね。朝ごはん食べないの？みたいなコメントがありそうだし、先に言っておくんだけど、私は朝ごはん食べません。体には良くないんだろうけど、最近なんかめんどくせえのよね。なんなら昼ご飯も食べないわ。夜のみでやってるわね。そういえば最近性欲も衰えてきた気がするわ。なんかもう、徐々に私死に向かってるんじゃない？続きましては、ボールパイソンちゃん。あー、でかくていい感じね。てかこれダラダラ喋りながらやってるせいでちょっと時間ギリギリなんだけど。以上でヘビどもは終了よ。続きまして、ミルキーツリーフロックちゃん。一旦別のケースに移したら、餌皿の中の掃除と床材の掃除をしていくわ。まだちっちゃいからマジで1日1回ぐらいのペースで掃除しないと多分自家中になって死んじゃうわ。こんな感じで綺麗にしたら、ミルフロちゃんたちを戻していくわ。ナイス着地。レオパーちゃんとバナナヤモリちゃんも壁についてるクソみたいなのを拭き取ってあげて、水替えをして霧吹きして終了って感じね。お、カメラ目線じゃん。ヤッホー。こいつ返事しないのよね。ムカつく。お次はゴキブリちゃんだとか寄虫ちゃんだとか。まあ、この子たちは正直土日とかに床材交換一気にするから、あんまり日常的な掃除はしてないわ。せいぜいタランチュラちゃんのケージの中に食べ残しとかクソがあったら取り除くってくらいで。まあ、朝はパパーっと霧吹きをして終了よ。こんな感じでダーッと霧吹きをして終了ね。じゃーん。トリニダードシェブロンちゃん。あとはこのレガリスちゃんだとか、ブラジリアンジャイアントブロンドちゃんだとか、マレーキャンサーちゃんだとかも、まあ、霧吹きと本当に軽く目に見えるほどのゴミがあったら撤去していくわ。タランチュラだとかサソリちゃんだとかの霧吹きが終わったら、次はペットローチ。この子たちもまあ朝は霧吹きだけして、床材とかの交換は土日とかにしていく感じね。血バズりしたヤマトゴキブリちゃんたちも超元気よ。時間に余裕があったらついでに、
餌もあげてるんだけど、今日はちょっと時間ギリギリとの勝負だから餌をあげるのは夜にしておくわ。まああとはデュビアちゃんの餌の食べ残しをきれいにして朝のお世話は終了。生き物たちの世話が終わったら、まあ一回ヤニ休して作業着に着替えて会社に行くわ。まあみんなが買ってくれたデュビアちゃんを家の近くにあるコンビニだとか郵便局だとかに持っていくわ。ちなみにこの子はこの間の3連休セールで売れた分よ。お礼を言うのが遅くなったけど、3連休セール買ってくれたみんな本当にありがとう。ちょっと先週からデュビアちゃんのサイズ分けだとかケージ内の大掃除をしてたりして、ちょっとヤフオクまだ出品できてないんだけど、まあまたちまちま出品していくからよかったら見てね。出品したよみたいなのはツイッターで報告するからよかったらチェックしてちょうだい。悲しいぐらいフォロワーいないのよ。今のんびりタバコ吸ってるけど普通にこれ遅刻ギリギリなのよね。まあいっか。ゴキブリ紳士のみんな、良いゴキブリライフを。行ってきます。ゴキブリ最高、ゴキブリ最高、ゴキブリ最高、ゴキブリ最高。